ブルリック・マンターは、スウェーデンの歌手。身長183センチメートル。スウェーデンのハンランド県、クングスバッカ生まれ。父チ,チ,チェル、母カタリーナに、弟が二人いる。13歳の時から自分で曲を書き始めた。15歳の時に、音楽のコンテストで優勝したことがある。その後、北欧の各国からの代表が集まる大会で、グランプリに輝いた。その1年後に、 別のコンテストで準優勝した時に今のプロデューサーたちに出会って本格的にシンガーソングライターの活動を開始した。デビューに向けて曲を書いている途中にその中の一曲のボーイズドンとくらいがリークされ、それがなぜかウルリック・マンターの名前を一気に広めることになり、a 米 b の20以上のレーベルからオファーが殺到した。2011年8月にデビュー作の ウルリック・マンターをリリースし、初登場で国内チャート1位を記録した。2012年8月には初来日も果たした。また、2013年3月には2度目の来日を果たした。この来日の際に、10代限定のファンイベントも開催された。また、2013年3月16日の王様のブランチにも出演した。2013年3月20日には、 セカンドアルバム、ルーフトップ、ウルリック・マンターニが発売された。スウェーデン、ツーモア・アクス・ディレクト・ティルグ・ロベン。ありがとうございます。